Adobe Photoshop CS6、エクステンデッドの 3D 機能に新しく搭載されたシャドウと反射についてご紹介します。反射とシャドウを入れることで、実物に近い 3D イメージを作成することができます。それではまず、直接動かすことができるシャドウの機能についてご紹介します。画面上に表示されている指輪の シャドウの位置を変更してみましょう移動ツールを選択します 3D グリッドやウィジェットがオブジェクト上に表示されましたなお、3D グリッドが表示されていない場合は表示、表示・非表示 3D グリッドを選択して 3D 編集用のグリッドを表示します。3D オブジェクトを選択します。属性パネルにメッシュオプションが表示され、キャッチシャドウ、キャストシャドウチェックボックスにチェックマークが入れてあることが確認できます。キャッチシャドウのチェックを外し、キャストシャドウのチェックを入れると、 このように、床面に投影されるシャドウが残ります。キャッチシャドウにチェックを入れます。選択したメッシュの表面に、他のメッシュのシャドウが表示されました。なお、3D オブジェクトに関する属性パネルは、オブジェクト上で右クリックすることで表示させることも可能です。続いて、3D パネルを確認すると、 二つのライトがこのシーンに反映されていることがわかります。一つは反射光で、指輪の下からのライトです。非表示にして、オブジェクト全体にどのような影響を与えているのかを確認します。表示に戻します。反射光のライトを入れることで、 より自然なディーイメージの表現に仕上がります次に無限遠ライトを非表示にしてみましょうそうすると先ほどまでシーンの中に写っていたシャドウがなくなりました自然なシーンに仕上げるため表示に戻しますそれでは各ライトの位置や強さを設定してみましょう無限遠ライト一を選択します 3D オブジェクトの上にライトウィジェットが表示されましたドキュメント上でドラッグするとライトの位置が調整できますライトの位置が動くとともにシャドウの位置も変化しますこのようにドキュメント上でドラッグするだけでライトおよびシャドウの位置を調整することができます属性パネルからライトのカラーや照度 シャドウのソフトネスも指定することが可能です照度の値を高くすることでより強いライトの表現ができますシャドウのソフトネスではシャドウの写りを弱くしたりくっきりしたりの調整ができます照度を80% シャドウのソフトネスを70%に設定し引き続き反射光の位置も調整します今回はこの程度にしておきましょうレンダリングを行いますなお ライトのプリセットを利用すると、面白いシーンの表現ができます。夜明けのプリセットを試してみましょう。ライトの色や角度などが、あらかじめ設定されていた値に切り替わりました。さて、続いて 3D オブジェクトの反射機能をご説明しましょう。この画像には、 すでに 3D オブジェクトが置かれてあり、ライトも適用されていますが、ライトの角度修正、反射イメージの追加を通じて、より自然なイメージに仕上げましょう。まず、イメージの表示を小さくします。スポットライトを修正する際には、表示サイズを小さくすることで操作がよりしやすくなります。では、3D パネルから、 スポットライトを選択します画面上にスポットライトのウィジェットが表示されましたオブジェクトの上の2つの大きな円は中にあるものがホットスポット角度外側にあるものが円錐角です外側の円のサイズを調整すると光の及ぼす全体範囲を調整することができます また、中にある円ではフォーカス光の範囲の調整ができます。では、両光の範囲をこの程度に設定しましょう。PhotoshopCS6Extended では、シャドウのカラーも指定できます。3D パネルから環境をクリックします。 属性パネルでシャドウのカラーピッカーを開き、カラーを試します。このようにシャドウのカラーが変化していることがわかります。今回は紺色にしておきます。引き続き反射を入れます。 不透明度をスライダーで調整できます。ここでは30%に設定します。これで設定完了です。 レンダリングボタンをクリックしてレンダリング処理を行います。